どうもこんにちは宮崎大介ですいつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございますさて今回は2024年4月のカシュウイチゴ栽培の様子をご紹介したいと思いますカシュウイチゴというのは北海道や東北長野県など夏涼しい地域で生産されているイチゴのことです主に6月から11月頃に出荷されています私の実家があるこちらの長野県ではビニールハウスを使ってイチゴの試験栽培を行っているのでそちらの様子をご紹介します カシュウイチゴに興味がある人は是非最後までご覧ください今回は4月のいちごの生育の様子、えー、それからですねちょっと暑さ対策をしたいと思うのでその様子をご紹介しますはいそれじゃあまずいちごの生育から見ていきましょうこちらはですね夏の雫という品種になっております定食をしたのが3月の19日です今動画を撮影しているのが4月中旬になっていますなので定食してから 1> 約1ヶ月経ちました。その生育の様子がこんな感じです。で植え付けた時の苗の大きさというのは2024年3月のカシュウイチゴ栽培の動画で紹介しているのでぜひそちらと見比べていただければなと思います。イチゴっていうのはだいたい1週間に1枚ぐらいのペースで葉っぱを出しますのでここら辺の葉っぱは1週間前2週間前みたいにね葉っぱが出てきたと思います。でこの1週週間間前、2週間前に、 出てきた葉っぱの大きさがだいぶ大きくなっているのでそのことから分かることっていうのは2週間ぐらい前には根がしっかりと張ったということが分かります根がしっかり張ったからこそ大きな葉っぱが出てきましたで3週間前の葉っぱを見てみるとまあちょっとねそこまで大きくありませんそれからちょっと葉っぱ見ていただくと焼けがあるのが分かりますかね他の葉っぱもそうなんですけれども焼けた症状が出ています これ、なぜかと言いますと、このね、葉っぱが出ていたタイミング、まあ、約3週間前ですね、そのぐらいのタイミングでハウスの中が高温になるということがありまして、その影響で葉っぱが焼けています。で、なぜ高温になったのかというと、えー、今年春先に気温がかなり上がった、 時があったんんででですすすよ3月下旬です皆さん覚えていますでしょうかその時にねかなりハウスの中暑くなってしまってその時に、まあ、ちょっと乾水量が足りなかったりとか根の張りが不十分だったっていうことがあってこういうね焼けた症状っていうのが現れてしまいましたでただその後はハウスの温度管理とか根が張ったりね水やりの量とか適切だったのでこういうね焼けの症状は現れていなくてきれいな葉っぱが出ていますそれから他の株も、まあ、大体同じようなきれいにね生育としたら 揃っはい、それから早い株については、もうつぼみが出てきて、花が咲いています。これはもう咲き終わっていますね。4月の上旬の段階で花が咲き終わりました。で、これ残しておくと、4月の下旬、もしくは5月の上旬ぐらいから、いちごの収穫が始まります。で、ただね、ちょっとね、そんなに早くいちごが取れても仕方がないなと思うので、あの、普通だったらね、もうこのタイミングの花っていうのは、 積み取って捨てるっていうことをやる場合が多いです。今回はどうしようかなと迷ってます。残してもいいし、積み取って捨ててもいいし、どうしようかなというような感じです。でそれからこちらのハウスの受粉なんですけれども、ミツバチっていうのは使っておりません。西洋ミツバチも使ってないし、黒丸花鉢も使っていません。じゃあどうやって行っているのかと言いますと、こんな感じでですね、ビニールハウスのサイドを開けっぱなしにしていまして、で、ここに防虫ネットをつけていません。 なので、自然のミツバチとか、えー、ハエとか、そういった虫がね、ブンブン、このビニールハウスの中に入ってきてくれて、えー、そして、ここの花の受粉をしてくれるというね、そういう仕組みになっています。あとは、風もかなり吹くので、こう、風でね、揺れたりしても、少しは受粉をしてくれます。で、蜂を使っていないので、綺麗な実がなる確率はちょっと下がってしまうんですが、それでも過去の栽培を見ている限り、あの、ちゃんとした実がなります。 でもこれはおすすめできるやり方ではないので、普通に商業的に栽培する人はあんまり真似をしない方がいいと思います。じゃあちょっと根っこの生育の様子を見てみましょう。ポットで栽培をしているので、ポットを外すことで根の生育の様子を見ることができます。どんな感じになっているんでしょうか。とりあえず、ポットの底を見る限り白い根っこは生えてきてないですねで。ちょっと外してみましょう。はい、今ポットをひっくり返してみました。そうするとこの側面の部分、 根っこが張ってきてますね。でただ、他の場所はまだ張ってないです。底の部分を見てもまだ根が見えません。容器の中心部分には根が張っているはずなんですが、外側には、えー、まだね、この辺りしか出ていないという。まあ、なので、まだ根の量としたらそんなに多くはないですね。はい、こちらも夏の雫になっています。こちらは先ほどのものとはちょっとね、土に混ぜている土壌改良剤あたりのものが違うというものになっています。 でただこっち見てみるとなかなか生育が良さそうですね。まあ、若干苗の質の違いっていうのもあると思うんですが土の違いっていうのが、えー、ちょっと生育に現れ始めたかなと思ってます。高さはねこれぐらいです。まあ、ここにあのちょっと定規があるんですけれども土が今1 0センチの高さになっていて横から見ると1 8センチぐらいなので走行が1 8センチぐらいっていうね感じですで。こっちの株はもう2 0センチを超えるぐらいの 走行になっています。はい。で、それから、こちらの苗は、ここに固定12月6日っていうふうに書いてありますが、2023年の12月6日にランナーを固定した苗になってます。なので、苗作りを冬に行いました。1月とか2月に苗を作って、それを3月に植えて、今4月に皆さんに生育の様子をお見せしているということになっています。で、一般的に夏イチゴっていうのは、夏の終わりから秋にかけて苗作りを行うっていうことが多いんですけれども、 今回は苗作りのタイミングをすごく遅らせました。あの低温遭遇量が足りないんじゃないかとか、根の量が不十分なんじゃないかとかね、あとは養霊が若すぎるんじゃないかっていう、そういう心配があると思うんですけれども、まあ、こちらの苗の生育を見ていただく限り、あのそういった心配というのは杞憂に終わったというか、順調な生育を見せていると言っていいのではないかなと思います。葉っぱ、非常に元気ですよね。まだね、花は 出てきてきいいないんで、すすけれども葉っぱの成長ととしたら順調なななんじゃいいかなと思いますでそれから目の数に関して言うと、えっ、ー、と、目がね、2つとか3つになっている株もありますし、まだ1つの株もあります。で、ランナーはちょっとまだ出てきていないですね。それからこちらも、またちょっとね、倍地とかが違うものになっているんですが、まあ、こっちはちょっとね、えっ、ー、と、こじんまりとしたような姿になっております。で、こちらはね、あの、あくまでも、 実験目的で私が栽培しているものですので、あの、たくさん実をならせて出荷しようみたいなことは考えていないので、えー、こちらはね、えー、と出荷をせずに、えー、生育の様子、それから収穫量についてだけちょっとね、データを取っていきたいと思っています。で、ここになんで定規が刺さっているのかなんですけれども、実はこちらにね、カメラがありまして、 こちらのカメラで、私がスマホで色々と生育を見ていますので、まあ、こちらのカメラ目線になると、横からのイチゴの姿がわかるというふうになっています。で、それからこの上にもカメラがついているので、こう上からの葉っぱの茂り具合もわかるという感じになっていまして、なので私はいつも東京にいながら、スマホを使って、こちらの長野県のごの生育の様子を縦とかね、 横からの視点でいろいろ眺めているということになっています。はい。じゃあ次の品種いきましょう。こちら、サマーリリカルという品種です。サマーリリカルは長野県の限定品種でして、長野県でしか育てられないという品種です。こちらも、えー、葉っぱの生育非常にいいですね。成長が盛んになっています。で、これなんでこんなに元気なのかと言いますと、まあ、こちらがサマーリリカルで、こっちがね、夏の雫で、まあ、生育がね、ちょっと違うっていうのがわかると思うんですけれども、これ理由としたら、 昨年の秋に苗を作って、その段階でポットに植え付けたからですね。なので、まあ、俗に言う、こっちが秋植えというね、作型になります。こっちが春植えっていうね、作型です。同じ花種栽培でも、春植えと秋植えっていう二つのやり方がありまして、こっちがね、 春に植えていて、こっちが秋に植えているので、やっぱ初期生育が全然違いますよね。秋に植えてる分、もう根っことかがびっちり張っているので、春になった途端にロケットスタートを切ったのがこちらです。で、こっちは春になってから植え付けたので、春になってから根っこを伸ばしてじわじわ育っているという感じになります。なので、初期生育を良くしよう、早く収穫を始めようという場合には、やっぱりね、秋に植えておくっていうのは結構おすすめです。で、どんな生育かと言いますと、 まあね、葉っぱがかなり生い茂っていますで理由としたら目の数が多いんですよもう秋に植えているってこともあってもう今の段階で目の数が6ぐらいあるかな目の数がね6個ぐらいありますでそうするとどうなるのかっていうと、まあ、6か所から花が出てくるので花盛りになるんですよもうこの4月中旬の段階で花がたくさん咲いてますなので取ろうと思えば5月中旬ぐらいからたくさん実が収穫できますねこういうのが秋に植えておく 一つのメリットかなと思います。で、逆に、で、5、6月にピークが来て、7月、8月にちょっとなり疲れになるみたいなね、あの、そういう可能性もあります。あとは、苗の状態で越冬させるのではなくて、えー、植え付けてから越冬させるので、まあ、その越冬のスペースが広く必要になるとか、まあ、そのあたりもね、ちょっとデメリットはございます。めしべが黒くなっている花があったので紹介します。で、これなぜめしべが黒くなっているのかというと、低温障害が 原因だと思います長野県なので2月月とかか3月ってかなななりり気温が低くなりますすもう氷点下になるんですねでそういった温度になってしまうと花が低温によってダメージを受けてこう黒くなってしまって受粉ができないっていうねそういったことが起きます。カシュうチゴ栽培は長野県山梨県の標高が高い地域それから東北北海道などの、まあ、とにかく寒い地域で栽培されることが多いのでこういう低温障害っていうのは春先それから秋には気をつけないといけません。 はい。じゃあ次の品種いきましょう。こちらはエンジェルエイトという品種です。天使のいちごという名前で販売をされております。えー、金子修苗さんの品種でして、白いちごですで。こちらも式きなり性ですので、えー、育ててみることにしました。でこちらは、えー、商業的な栽培も行われているんですけれども、私は家庭菜園として育てていますので、えー、こちらもですね、出荷することなくあくまでも、えー、家庭菜園というかね、まあ、試験栽培という感じで販売とかは 行わずに育て,ていく予定ですはい。で、こちらについては、ぼちぼちな生育ですかね。えー、ちょっとね、えー、地面にひげ伏しているというか、まあ、ちょっと低めの温度だった影響もあってか、あんまり草がね、高く伸びてきてはいないんですけれども、葉っぱは、えー、大きく育っていますし、えー、順調な生育かなと思います。ここちょっと、わかりにくいかもしれませんが、つぼみも出てきています。はい。で、ここにはもう花が咲いているものもあるんですが、 こちらもメシベが黒くなってしまっているので低温障害を受けたということになってます。やっぱりね、長野県、えー、まだまだ寒いので3月ぐらいの低温を浴びるとこんな感じに低温障害が起きてしまうこともあります。でも、まあ、すごくね、元気に、綺麗に、えー、順調に育っているんじゃないかなと思います。えー、こちらお隣にも、えー、ありますので見てみましょう。こちらもエンジェル8なんですが、はい、見てください。こちら草丈が高いですね。 でこちら、草丈が低い。これ何の違いでしょう答えはもう先ほどと同じです。こちらが秋に定食したもの。こちらが春に定食したものです。なので同じ品種でも定食する時期によって大きくなる。小さいままっていう感じのものがあります。まあ、イチゴっていうのはやっぱり温度に影響を受けたりとか、あと根の張りに影響を受けたりとか、まあそういったことがね、わかるかなと思います。同じ品種、同じ場所、同じ肥料、同じ土で栽培しても これだけね、生育に違いが出てきます。次の品種は四つ星です。四つ星という品種を育てています。かなり葉っぱが大きく元気に育っています。一番草丈がね、えー、高いと思います。で、これもですね、まあ、皆さんもう理由がわかっていると思うんですけれども、これも、えー、まあ、秋に植えている、まあ、というよりは二年生株と言って、昨年から栽培を続けているっていうね、そういう株になっています。なので、もうこのプランターの中には根がびっちりと張っているので、 もう春からね、もうロケットスタートを切ってますね。で、もう一つ言えるのが、徒長しているというふうにも言えまして、徒長っていうのは、この傭兵って呼ばれるごの葉っぱの付け根の部分、ここがね、長く伸びてます。でこれなぜかというと、こちらもう2年も3年も栽培しているものなので,で、そういった理由で葉っぱの枚数が多くなるので、葉っぱと葉っぱが重なり合って、光を求めてどんどんこう、背比べをしていって背が高くなるっていうね。 そういったことが起きてます。はい。なので、あの、悪く言うと、徒長してしまっているっていうね、状態かなと思います。まあ、でも、まあ、そこまで気にしすぎる必要もないので、まあ、このまま育てていきたいと思います。じゃあ、次はこちらの株の葉書き、芽かき、それから花についても適化をやっていきたいと思います。見ててください。最初はこんな感じです。今、栽培の管理作業を行いました。 えー、いらない多すぎる芽を取り除いて、古い葉っぱを取り除いて、今の段階だと花上げにはちょっとまだ早すぎるなと感じたので、花も全部取って捨てました。これは一株に3芽あります。えー、こちらも一株に3芽。 あります。で、こちらが一目。こちらは三目ですね。という感じです。で、これだけあの一目なんですが、他は全部三目にするという管理を行いました。それから花揚げに関しては、4月中旬から、まあ次の花から残すという感じにやりたいと思います。それじゃあ、こちらも栽培管理やっていきましょう。はい。栽培管理が終わりました。だいぶ、スッキリしましたね。 はい、栽培管理をやりましてこんな感じになりましたはい追加で苗を作ったのでこちらの土に植えていきますで今回はこちらのスリット鉢に植えてみたいと思います これはね、4月中旬上です。3月中旬に植えたものと1ヶ月ぐらい遅く植えます。これでどれぐらい生育が違うのか見ていきましょう。今、乾水がスタートしました。点滴チューブから水が流れています。乾水は T&Dain という会社の Do ーバルブというものを使ってます。今は1日2回乾水をしてます。朝とお昼です。 こちらの電磁弁が Wi-Fi を伝わって私のスマホと繋がっているのでスマホで色々遠隔で操作してます。私のスマホを見ると、えー、こんな感じになってまして 今、ちょうど流しているので、流している様子がわかります。このタイマー設定というのを見ると、毎日8時から8時5分と13時から13時5分の2回上げているっていうのがわかります。あとは、散水のログっていうね、記録も残るので、それぞれ何日に何回与えたのかみたいなのもわかります。例えば 4月の9日までは1日1回で、例えば4月4日は与えてない。3月の29日も与えてない。みたいなね。で、この辺も全然与えてないみたいな。こういうのが記録としてもしっかり残るようになってます。 はい、今、冠水をしているので、プランターの底から水が溢れてきました。排液が出ていって、これはミニハウスの外に行っていますで。この排液がどれぐらい出ているのかを確かめる方法として、こちらに今、ウェブのカメラを設置してます。このカメラで排液がどれぐらい出ているのかをカメラ越しにスマホを使って確認してます。はい、そのスマホの映像がこちらです。 こんな感じにアップにしたりもできるので、ああ、どんぐらい出てるのかな、みたいなのをスマホ越しに見ることができます。これだけだと不十分かなと思ったので、この排気量が測定できる機器も設置する予定です。じゃあ次はビニールハウスの設備関連、ちょっとご紹介します、えー。ハウスのサイドなんですけれども、こんな感じに巻き上げができるようになってます。で、この巻き上げは手動で行っています。 それから、つまめ見ていただくと、この奥側に換気扇が2つついてます。高さは1.5メーターぐらいの高さですねで。ここで換気扇がついてます。天井を見ていただくと、遮光シートがあります。これも、えー、手動の巻き上げタイプです。ちょっとね、遮光率私詳しく知らないんですが、パッと見で判断するに40から50の間ぐらいの遮光率なんじゃないのかなと思います。 つま面の上部につま管と呼ばれているような換気扇の窓がついてます。で、まあ、天井は普通の PO フィルムですね。まあ、PO が貼ってあります。で、今の段階だと、えー、まだ UVB ライトとか、あとはサイム冷房とかそういったものはついていません。昨年だと UVB つけたり、サイム冷房つけたりとか、あのいろいろやったんですが、今年はね、ちょっと違うものをつけようと思っていますので、えー、そちらもですね、後ほど紹介したいなと思います。 それからですね、ハウスの中に、えー、低コストの簡易的な債務冷房というか、まあ債務冷房とまでは言えないけれども、まあギリギリミストと呼ぼうみたいな、そういったものをここにね、取り付ける予定になっています。昨年まで使っていた債務冷房は高圧のポンプを使っているので非常に細かな霧が出てきて非常にいい性能のものだったんですけれども、 やっぱりどうしてもね、ちょっと価格的に高くなってしまうとか、設置がめんどくさいとかね、いろいろありましたので、もうちょっと簡易的にできる方法をちょっと今年はやってみようかなと思っています。どんなものをつけるのかと言いますと、えー、まず、この屋根の部分に外側に遮光シートを貼る予定です。このね、内側にも遮光シートあるんですけれども、まあ本当はね、遮光シートって外側にあった方が熱がハウスの中にこもりにくいので、外側につけることにしました。 ただ、外側だとずっと張りっぱなしになってしまうので、曇りの日とか、梅雨の時期とか、秋雨の時期とか、そういった日には、本当はあまり良くありません。こういう風にハウスの内側につけて、くるくるね、回転できるようにしておけば、曇りの日は閉めるとかね、梅雨の時期は閉めるみたいなこともできますので、そういった点はね、内側の利点もあるのかなと思います。それからですね、屋根の散水といって、屋根に水をまいて、 気化熱でハウスの中の温度を下げるっていうのもやろうと思っていますなのでこの天井にねこれから散水チューブを取り付けますはいこちらがビニールハウスの外側ですサイドの開け閉めできるようになってましてで屋根ねこれからここに貼っていきますで実はですねすぐお隣にもう1棟ビニールハウスがあるので車高なしそれから屋根の散水もなしそれから簡易的なミストもなしそういう環境を作って こっちのハウスの温度とこっちのハウスの温度にどれぐらい違いが出るのかっていうのもチェックしていきたいと思います。そのために温度計をこっちに3つぐらいつけて、こっちにも3つぐらいつけて、それでね、いろいろと測定していく予定です。ビニールハウスにかける遮光資材はこんなものです。色は白色です。で、遮光率が20%ぐらいのものを使う予定になっていますで。詳しい商品名とかは概要欄に書いてありますので、そちらをご確認ください。 はい、車高ネットが貼れました。さっき早朝から作業してたので、朝露がここのフィルムにべったりついていて貼り付いてしまって大変だったんですが、もうようやくあの昼前になって乾いたのでスムーズに貼れるようになりました。はい、こんな感じで、えー、固定していきます。はい、それからハウスの中に入ってみるとこんな感じです。これ映像だとわかりにくいと思うんですけど、 若干薄暗くなったというか、なんて言うんですかね。晴れてた感じじゃなくて、あれ、ちょっと雲出てきたかなぐらいな、それぐらいの光の強さになりました。若干、えー、直射日光が和らいだかなという感じです。はい、こちらミストエース20を設置しました。ホースとジョイントで接続をして、こうやってね、ぶら下げてます。こんな感じになります。で、末端の部分は固定して、その後、 ゴムと S 字フックでピーンとね伸ばしてますでちょっとボタ落ちが気になるのでバケツを置きましたはいというわけで今回は2024年4月のカシューイチゴの生育の様子をご紹介しました、えー、こんな感じでイチゴ元気に育って,ておりましてそれから暑さ対策もいろいろ行いましたそれからカシューイチゴについて紹介するのは今作で、えー、と3年目ぐらいになると思います あの、過去の動画たくさんありますので、興味がある方はぜひ全てご覧ください。それから、イチゴについては、カシオイチゴ以外にも、促成栽培とか、病気とか、害虫とか、育て方とか、いろんな動画アップしております。ぜひそちらの動画もご覧ください。では、今回の動画が面白かった役に立ったと思ったら、ぜひ高評価お願いします。質問や動画のリクエストがある人は、下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園、観葉植物など、いろいろな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。では、次の動画で会いましょう。ではまた。